Yeah.
以上で、ベストイズ終了いたしました。どうもありがとうございました。なんかどうもありがとうございました。じゃあメンバーを、キーボード上村貴子です。そしてベース上田秀夫です。ドラム宮吉秀明です。そして、ボーカルゲスト、高田野さんです。またあの近いうちこのメンバーでできたらいいなと思っておりますので、またぜひ皆様いらしてください。どうもありがとうございました。はい、アンコールありがとうございます。みんな、はい、アンコール。そうですか、アンコールですか。あっちからガッツリ来る、こっちからもうずっとアンコール。ごめんね、アンコール、アンコール。そしたら3人で最初ですね。で、まずはちょっとあの3人でですね、また特製演奏をしていただきますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、まずちょっと3人でやらせていただきたいなと思いますけれども、ですね、その前にちょっとそうですね、宣伝といいますか、3人でデリシャスフォーという形で、フュージョンバンド、インストバンドで活動しておりますが、このようにゲストをお迎えしてですね、いろんな形で、いろんなあの楽器とかボーカルとかのゲストをお迎えしてですね、よくお送りしたりもしてます。で、我々デリシャスフォーのホームページがございます。それから3人それぞれブログもやっております。個々の活動なども、分かるようになっておりますが、我々の、活動、ライブ予定などいろいろ、分かるようになっておりますので、ぜひですね、ご訪問いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それから、今日は CD は持ってきて、CD がございますが、今日は残念ながら忘れてしまったということで申し訳ございません。ですね、CD はライブ会場と、それから、新宮のですね、スタジオでビバップというスタジオがあります。でビバップの方で通信販売を、していただいておりますので、今日CD 欲しいと言っていただいた方にはお送りするそうです。お送りさせていただくということですので、どうぞお申し付けいただければと思います。3曲入って1000円ということになっておりますので、どうぞ皆様お気に召しましたらどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。それから、年明けになりますが1月の29日に、カシーの方でライブをやらせていただくことになっております。ですね、対バンにコサックさんというこれまたフュージョンバンド、結構硬派なフュージョンバンドじゃないかなと思うんですが、コサックさんというバンドと対話させていただきます。カシーのエリックというお店が、カシー JR カシー駅から歩いてすぐ、カシー駅から出てまっすぐ歩いてすぐのところにあります。散髪屋さんの2階だったと思いますが、そのライブカフェエリックというところでライブさせていただくようになっております。1月29日日曜日です。どうぞ皆様、アクセスのいいところですので、お越しいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それから2月の26日の日曜日、またこちらニューコンボさんの方に、お邪魔させていただくことになりました。デリシャスフォー、そしてゲストですよね。ゲストがですね、フルートの、中西久美さんというお方なんですが、皆様テレビでご覧になったことがあるんじゃないかと思います。共感テレビの火曜日のレポーターをなさっている方です。中西久美さん、はい、非常にお綺麗で非常にひょうきんな方なんですが、中西久美さんと我々ちょっと仲良くさせていただいておりまして、今回3度目かな、ゲストに入っていただくのがね、3度目だったと思いますが、フルートで入っていただきます。豪華なステージになると思いますので、2月26日日曜日、こちらニューコンボになります。どうぞこちらも、お楽しみにお越しいただきたいと思います。はい、というわけで、3人でちょっと1曲お送りさせていただきたいと思います。これは国分博子さんというピアニストの作曲になります。レビューオブスペインという曲です。